はい、皆さんこんにちは。福岡博多チャンネルです。談笑と。はい、ということでですね、すいません、昨日はあげられませんでした。なぜならば、福岡にも緊急事態宣言が出たからです。まあ、もともとちょっと外出は控えてたんですけども、さすがに、もうちょっと撮りためてた動画があと一本しかありません。ということで、本日も、外に出ずにできる企画でございます。難読漢字ですね。前出したやつは、福岡県、佐賀県も一部入ってたんですけど、今回は福岡市内ですね。限ってやろうかなというふうに思います。市内も結構ね、あるんですよ。めんどくさい呼び方が。なので、市内に限って今度はやりたいと思います。で、ですね。まあ、ちょっとまだわからないんですけども、また博多弁で解説していきたいと思います。はい。では、ここから行きましょう。はい。では、今からは博多弁に行きましょうかね。でね、福岡市内の、読みにくい漢字ね。これをですね、ちょっとね、結構多いんよ。15個ぐらいあって、だけん、ちょっと2回に分けてやろうかなと思う。決してね、分けた方がなんかこう、動画の投稿数が上がるとかそういうことじゃなくてね、私ね、これ音声をね、一発撮りしてるんよ。途中で間違えたらね、もう全部消してまた差し置かれやり直しっていうね、すごいめんどくさいことやってるんよね。だから、ちょっと長くなるとね、ちょっとしんどくなるんで、今回は、7つだけ、やっていこうと思う。じゃあ行きましょう。まず1番。今宿。はい。今宿はね、確か前、駅名の時にも出てきたかな。あ、須仙寺で出てきたんか。の隣の今宿っていうので、多分ちょろっと出てきたんやけど、これもね、今宿。多分読めるとは思うけど、知らんと何回かちょっとこう、これなんて読むとかいなみたいな感じになることもあるんじゃないかなと思って、今回入れたんよね。で、今宿はね、どこだっけ？沢楽やったかな？あれ、今宿どこだ？ごめんなさい。西区だ。西区。で、地下鉄の、地下鉄じゃない、筑肥線の駅もあるけん、結構耳にする機会が多いと思う。正直ね、行く機会はあんまないんじゃないかなと思うんやけども、それでも耳にする機会がすごく多いと思う。はい。じゃあ、テンポよく行きましょう。で、次ね。次。鹿の島。はい。これもね、読み間違い多い。滋賀島？滋賀島？とかいう人が多い。県外の人はね。これもあれ、なんだっけ、高田の馬場システム。鹿の島。ね。鹿と島の間にのが自動的に入るシステムね。はい。これは私が勝手に高田の馬場システムって言ってるやつね。はい。これは東区で、ちょうど、博多湾を囲むような形で、ぐるっと回って、海の中道の先っぽにあるついてる、島なんやけども、陸続きの島みたいな。半島っていうほどなんかこう、何？太くない？あれ、半島の定義ってどうなんやろうね。ようわからんけど、だから多分島になってるんやと思うけど、もともと確かちゃんと繋がってたはず。繋げたんじゃなくて、もともとから繋がってたはず。はい。鹿の島ね。これもね、行楽シーズンとかでよく鹿の島っていうワード出てくるし、結構聞く。だから、難読、難しい、知らないと、一瞬間違うぐらいの感じね。はい。じゃあ次行きましょう。サワラ。はい。これはね、サワラクやけん、クの名前なんやけど、これもね、多分最初、パッと見たらわからんじゃないかな。魚の方のサワラの方先に連想するよね。俺はね。はい。サワラクは非常にでかいんで、目にする機会は多いと思う。多分一番最初になんか引っかかるところはもしかしたらサワラクかもしれない。っていうぐらい、サワラ自体は、すごく、ワードに出てくるんで、覚えといた方がいいかなと思う。すぐ覚えられるよね、サワラクやったらね。はい。じゃあ次行きましょう。ベフ。はい。これもね、確
か、地下鉄の駅名の時に多分出てきてると思うんやけども、ややこしいよね。大分に別府ってあるけんさ、同じ書き方で。だから、花畑と花畑と同じシステムね。これ JR のやつで言ったやつやないけど、これね、別府なんよ。で、別府から来た別府なのか、もしくはこっちの別府が始めで向こうが別府になったのか、もしくはもう全然関係ないのか、ようわからない。俺も。で、ただ、別府自体、城南区っていうところにあるんやけど、城南区はね、もしかしたらそんなにね、あんまり行かないかもしれんね。うん、ただ、地下鉄2号線、なんだっけ、七熊線を使う人は、駅があるから、まあ、よく目にすると思う。別府はでも、まあ、まだまだ、いい方かなと思う。別府じゃなくて、別府ね。はい。じゃあ、続けていきましょう。のっけ。はい。のっけね。はい。これもね、地下鉄七熊線の駅に確かある。たず。うん。だから、目にする機会は多いし、バスもね、のっけ営業所やったかな。どこやったかな、ちょっと覚えてないけど、のっけ行きのバスっていうのがあるんよ。でね、ここもね、沢楽なんよね。確か。そう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 。で、のけ自体はね、なんかあったかな、なんかあったよね。あ、忘れた。まあ、俺もほとんど行くことはないんやけど、まあ、それでも目にする機会はすごく多いと思う。なんやっけ、なんかあったっけ。あ、ダメだ。全然思い出せない。そう。まあ、でも、のけはよく目にする。でもこれ絶対読めんよね。多分芥川の字だっけこれ。あ、わからん。おそらく知らないと読めない字のはず。はい。じゃあ次行きましょう。はい、次。敬語。敬語なんですよ。これはね、前までは全然知られてなかったと思う。ね、ケゴ神社とか、ケゴ四つ角とかっていう風に、ケゴっていうワードは出てくるんやけど、あ、そうそうそう、一つ、注意点が、ケゴ神社って、すぐ、天神のど真ん中にあるんやけども、ソラリアプラザの裏側ね、ソラリアプラザ、うん、そうそう、の裏側に公園があるんや。で、ケゴ、あ、それはケゴ公園ね。で、その隣にケゴ神社っていうのがあるんやけど、あそこは、ケゴじゃないんよ。確かに中央区天神やったと思う。あそこの地名は。だけん、ケゴ神社、ケゴ公園やけど、ケゴにはないっていうね。ケゴちょっとずれてる。もうちょっとなんていうの？欅通り寄り、大堀寄りっていうのかな？ね、微妙にずれてるんよ。だけん、ケゴ神社があるけん、ケゴ、ケゴ公園があるけん、ケゴっていうふうに思ってると、それは間違いです。ケゴはちょっとずれたところ。で、ケゴ自体もね、もしかしたらそんなに行く機会はないかもしれんけど、まあそれでも中心地やけん、目にする機会は多いと思うよね。で、おそらくこれを一発でケゴって読める人って少ないと思う。多分ね、俺は読めんかった。ケイゴとか、なんかそういう風に読む人の方が多いんやないかな。最近知ったかしてから、ああ、敬語ねとか言ったら、ぷぷって地元の人には笑われる。軽く突っ込まれるぐらいと思うけどね。まあ、そんな感じです。はい。じゃあ、最後。竜下寺。竜下寺ね。これは無理やろ。これは絶対に無理。建立の竜やけん、まあ、百歩譲ってはそこの立花の立つ方は、百歩譲っていけるかもしれんけど、この花をさ、下って読むって、他になんかあるっけ？レンゲ？いや、こっちの花じゃないよね。俺も正直、私もね、どれぐらい前に初めて知ったかな？もう結構社会人になってから、結構経ってから知ったね。都市高速
ができて、環状線っていうのになってるんよね。で、この龍華寺に、でっかい交差点があるんよ。で、そこでちょうどね、カーブがあるっていうか、都市高速がぐーって曲がっていくところがあるけんなって、交差点がすごいでかいんよ。バイパスっていうのと、あとあれ、外環状線っていうのがこう、交差してるところなんやけども、そこの交差点に龍華寺っていう風に書いてあるんよ。で、誰やったかな、先輩やったと思うけど、龍華寺の交差点からちょっと入ったところって言われて、先輩なのに、いや、龍華寺とか知りませんよ、みたいなこと言ったら、え、龍華寺は博多区の方にあるやつって言って、はぁ、どこですかって、空港の先って言われて、どこですかみたいな感じで言って、で、その時に確か、Google マップで調べて、あ、立花寺ですかって言ったら、お前それ龍華寺って読むつえって言われて、え、マジですか知らんかったなって言って、そう。でね、なんでそんなにメジャーじゃないかっていうと、この龍華寺っていう地域自体がものすごく狭いんよ。そう。だけん、博多区にあるんやけども、博多区の中でも、博多区もね、やっぱちょっと広いんよね。だけん、結構端っこの方っていうか、空港の方なんよね。だけん、立花寺っていう風に読んでる人、俺未だに絶対おると思う。あれをちゃんと龍華寺って、龍華寺よね。龍華寺って読み切る人って、本当に、あそこら辺によく用事がある人とかじゃない限り、絶対に知らんと思う。ああ、そうそうそう、月熊か。そうそうそう。月熊って言ったらね、わかるんよ。都市高のね、ジャンクションがあるけんね、わかるんよ。で、ちょうど龍華寺って、その月熊ジャンクションのところなんよね。そう。だけど俺もその龍華寺の交差点って言われたらわからんけども、月熊ジャンクションって言われたら、あーっていうぐらい。で、このね、龍華寺っていう地帯がね、もうそもそもね、ちっちゃいんよ。で、申し訳ないけど、ここら辺に行く用事がね、基本的にみんなあるとかやな。そこで働く人とかじゃないと無理なんじゃないかな。そう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 、思い出した。そう、面白かったのが、ここにジョリーパスタっていうパスタ屋さんがある。あら、ジョリーパスタって全国チェーンだっけ？多分全国店よね。で、あるんやけど、そこね、龍華寺店じゃなくて月熊店なんよ。やっぱり、龍華寺って言ったら多分みんなピンとこんのよ。だけど、わざわざ月熊店にしてると思う。多分ね、住所はね、龍華寺のはず。けど、月熊店。だけど、あれよ、ディズニーランドと一緒よね。どこだっけあれは、千葉にあるのかな？やけども、もう、東京の方が分かりやすいからって言って、多分東京ディズニーランドにしてるんやと思う。それとね、ごめん、一緒にしたらいかんね。ジョリーパスタ月熊店は、龍華寺にありますよ。いかんいかん。そう、だけど、これを一発で龍華寺って呼べる人は、もう相当な博多っ子やと思う。なんでもね、まあ、正直ね、これがやめたけんって言って博多っ子って言われたらね、ちょっとね、待ってよって思うかもしれんけど、まあ、でもこれを読み切りっていう人は、まあ、相当福岡のこと知ってるなっていうふうに俺は思ってしまう。もう、よしとねって言ってしまいそう。うん。はい、そんな感じですね。はい。ということでね、今回は、7つ、行きました。で、次はね、もう来週にしようと思ってます。ちょっとね、投稿のペース減りますよ。うん。それはしょうがない。外出れんもん。行ってもしまっとうし。公園とかね、道路とかね、そこら辺はまあ、まだいいんかなと思うんやけど、俺も仕事とかでちょこちょこ行くときはあるんやけども、もう基本的にはもうあんま出らんめっていうふうにいいよけん。行かない。で、人が集まるところにも行かない。もう今集まってないみたいやけど。もうとにかく収まるまではおとなしくしとく。なんか動画編集の技を磨く。はい、そんな感じで。どれぐらいか、14分か。これぐらいで、多分、今までは、月曜日以外全部上げてたんやけど、ちょっとだけ落とそうかなと思って投稿のペースを。
火曜日、金曜日は絶対にあげる。で、土曜日と、水曜日も頑張る。でも、日曜日と木曜日は開けるかもしれない。これは、ちょっとね、私のこの動画の、作る、サイクル、に、よるんやけども、もう基本的に火曜日と金曜日だけは上げようかなって思ってるよね。ただ、それ以外の日、月曜日はね、ちょっと、いろいろあってね、忙しい。日月がちょっと忙しいんよ。なんけん、火曜日と金曜日だけは上げようと思ってるんやけども、その他の週について、日曜日については、この緊急事態宣言が終わるまでは、多分あんまり頻度はないと思う。もう一本だけ残ってるやつがあるけん、それはね、日曜日ぐらいには上げようと思ってるけども、もう本当に、ネタがない。もうしばらく交通系が続くと思う。博多弁講座の博多弁講座はせんね、うん、博多弁での解説が続くと思うけん、まあどうやろうね、ゴールデンウィークが明ける頃には終わってるといいんやけど、まあそれまではできるだけ外には出ずに福岡の紹介をしていけるようにしていこうかなと思っております。はい、ということで、すいませんね、だらだらと言いたくもなるよね。ネタはあるんよ。紹介したいところいっぱいある。けどね、外に出れんのよ。出てもいいんやろうけど、出たくないんよ。自分が広めたら嫌やし。なってないけど。もらうのも嫌やし。はい。ちゅうことで。まあ、またしばらくしたらまたあげようと思ってるけども、ちょっとだけ投稿のペースは落ちると思いますので、ご了承ください。はい。ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。失礼します。